あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。んで今回はこっちか。へい、エルさん。ほい。おう、アイラ様。病から回復したノリン様から聞いたのですが、東の歴史の奥に病に倒れた方がもう一人いるようなのです。アイラ様、患者様を見つけ出し、ベッドに寝かせて治療してくださいませんか？また倒れとる人がおるんか。新しく連れてきた患者様を病室のベッドに寝かせていただければ、私と元老王様で診察して、必要な食べ物や薬をお伝えします。患者様の看病は私に任せて、アイナ様は患者様の治療に当たってください。さあ、アイナ様、コンパスで次なる患者様を探し出し、病室のベッドに寝かせて適切な治療をお願いします。コンパスに目的地が表示された。なるほど。あれかい？私はお医者様で、エルさんたちは看護師さんってことかな。よし、じゃあ、今回も向こう側なんだな。ってことはまたぐるーっと回っていけば、着くということか。もうほぼ毎回同じ方向なんかな。一回だけね、向こう側に、毒の沼地を、ブロックを使って橋をかけて渡っていったけども。こっちよね。てか新しい素材欲しいなぁ。なんか手に入らんかなぁ。ね。どこ？そっち。なんか作業台あるね、この辺。ほ、ほ。ん？ああ！びっくりした。よかった。見つかったけど、距離的に大丈夫な。ほら、そこに作業台。んで？あ、なんか今。そこや。今なんかね、炎が見えたなって思ったんやけど。そこだね。お、なになに？もうダメ。あ、これ。人が。ご、ご、ご。体がものすごく熱いんだ。その上から雨が。あたいもこれでもう終わりだね。墓にはケーシーって名を書いておくれ。ポケモンじゃないか。お、なに？急に毒。ごほごほ。連れて。間違えた。扉開けた。これを、これって言っちゃったし。連れて行かなければ。いやー、超毒に侵されてるよ。あ、こういう時こそあれだよね。前回、元老和が、研究して作ってくださった毒消し草が、まあ、作ったっていうかレシピを作っただけか。実際に、そのものは作ってないんだけど、私が作らねばならんのかな、それは。さあさあさあ、うおー、やべえ、人を担いでいる時に攻撃に当たったりなんかしたら最悪だぞ。ん？これ、担いでさ、運んでる途中の患者様って、死んだりとかするんだろうか。しないよね。やめてね。いやー、怖い。おーし、着いた着いた着いた。よいしょ。さあ、連れてきたよ、患者様を。お、なんかしてる、元老は。じゃあ、おい。なんだ、寝かせる。なに、枝豆を。枝豆？私持っとるよ。これ。はい。助かるよ。助かる？ありがとう。少し元気が出たよ。ごほ、ごほ、ごほ。一晩ゆっくり眠ってみる。よかったらまた明日様子を見に来ておくれ。なるほど。じゃ、ちょっとね、いちいち向こうに戻るのもあれやけん。隣で寝ます。ふふ。で、どうだ？回復。ん？毒消し草を。あ、そっか、毒までは。ちょっと毒消し草作ってやれよ。何やってんだ。てかもしかして作って置いといてくれたりとかは、して、ない。ってことは作らねばならんのだね。毒消し草。おし、3個作った。ってことで何をもたもた歩いてるんだ。大変大変。はい。思いっきり私、
なんだ、枝豆食べちゃった。はい、毒消しそう。治療できた。一晩寝かせておくれ。あ、マジか。ん、こっちはできた感じ。おお、なんということでしょう。新しい患者様を治療してくださったのですね。一応あと一晩寝れば大丈夫なはず。ほら、全部回復しとるし。すっかり良くなって患者様も嬉しそう。本当に本当に良かった。アイラ様、ありがとうございました。患者様が良くなって私は感無量です。患者様をお助けし、この地を浄化できるなら、私はいつでも自分の好みを投げ出しますわ。アイラ様、これからも共に病に苦しむ人々を治療していきましょう。お、クエストコンプリート。キメラの翼5個、ありがとう。キメラの翼は助かる。でも嬉しそうなのか。まだ治ってないぞ。しかもそこを抜いてくれ。私寝るから、一旦寝るから。ベッドの上に土足で上がりやがって。おーし。あ、いやー、走ってった。走ってった、走ってった。待てよ、私こっちにいるから。お、ありがとう、良くなったよって書いてる。へい、助けてくれてありがとう。あんたたちのおかげですっかり良くなったよ。病気になったら死ぬと思ってた。人間が病気戦うことができるだなんて、やっぱみんなそう言うんやね。うふふ。あははは。何、頭おかしくなった？あたいなんだか嬉しくなってきちまったよ。これからはあたいも治療に協力するよ。ここで一緒に頑張っていこうじゃないか。姉御系の人かな。話し方が。こいつはせめてものお礼さ。取っておいておくれ。命の木の実を手に入れた。こういうなんか、死にかけだった人に限って命の木の実とかくれるんだよね。どうなってんだ。はい、ということで、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。この街でも衣装部屋みたいなのができるんかな。なんか患者やった人がすごいボロい服でさ、気になるよね。